ちらのボール運び攻撃力が相手を上回るでしょうか。10試合ぶりの勝利へ前だけを見るコンサドーレか、2試合ぶりの勝利で上位へ一気に駆け上がりたいガンバ大阪か。ガンバの攻撃、ただルーカスもテクニックがあります。そしてスパチョークへ、小柏、小前もスピードを上げる、さらに後ろから菅も来る、小前の奥の小柏だ、右足、東口パンチング、ここはガンバの守護神東口やらせません。中盤でのダイレクトプレー、そして空いたスペースに小柏が走ります。中央には菅、そして小前が入る。スパチョーク、ここから狙った、キーパー、ハディが決まりました。スパチョーク2試合連続の得点、コンサドーレが先制、2試合連続の先制点。苦しいチーム状況を今日はタイからの応援団も駆けてるスパチョークが救うことになるんでしょうか。おそらくガンバからしたらクロスの選択肢もあったっていうところも思ってか、ここにプレッシャーいけなかったですよね。やっぱり一瞬止まりましたから、もう一歩寄せなきゃいけなかったんですけどね。スパチョーク前節も点取ってますから、やっぱ自信あるんでしょうね。ここは思い切っていきましたね。かなりいいシュートですよ。これは巻いて逆サイドに、これはなかなか東口選手も取れないようなコースですし、高いボール、宮澤のヘディング、東口ファインセーブ。小前と菅も来ます。まずは小前、右足、キーパーか、触ったでしょうか。悔しそうな表情、小前義明。ネタラビ、ただコンサドーレ反応、小柏から馬場、そして小前が前を向いてかばした、倒れてアドバンテージ、小柏きた、キーパー、スパチョーク、スパチョークが決めた、今日2点目、2対0。次の1点はホームのコンサドーレ札幌、リーグ戦10試合目の勝利へまた一歩前進しました。ボールに触る、この小林がかわした後、ここ止まらず来ましたから、このプレー大きかったですよね。そしてスパチョークもしっかりとこぼれ球反応できるポジション取れて、ここですよね、しっかりと抑えて、もう流れがいいですよね。ここまでは中村東也、ボールを運ぶ力があります。運べます、まだ行きます、クロスを上げる、小前だ、右足、わずか左、浅野クロスを上げる、キム・ゴンキー、キーパー落ち込むか、落ち込んだ、落ち込みました、キム・ゴンキー、決定的な3点目。ポジショニングも良かったですし、ここちらっと見て精度高かったですね。このボールは完璧でしたね。東口選手が止めたんですけど、その後もしっかりとこぼれ狙って詰めましたから、早く絶対取ってやるんだっていう気持ちは小前義明は晴らしていました。さあ3対0、大きなリードをこのホームの地で奪って、いいボールでしたね。この右サイドの作りいいですね。やっぱり田中俊太からもう一度、浅野が来る、左足だ、決め切りました。途中出場の悔しさをその左足に込めた浅野雄也、自身初2桁 J1 での10点目。持ちながら自分の形ですね。中の選択肢もあったと思うんですけど、ここは思い切っていきました。相手に当たってコース変わったんですけど、ここはやっぱりもう、今日スタメンじゃない、やっぱ途中からなんとか結果を残して、北海道コンサドーレ札幌圧勝を収め、リーグ戦10試合ぶり勝利の輪が出来上がりました。苦しい時期、